テレビアニメルローに献身明治見学ロマンタン第12話のオーディオコメンタリーを聞いてくださっている皆様こんにちは日村健信役の斉藤園ですこんにちは高値恵役の大西さおりですこんにちは篠森あおし役の内田山ですはいということで始まりましたテレビアニメルローに剣心明治見学ロマンタン第12話 <laughs> <laughs> 何何何何何何どうしたどうした、ね、ヘッドホンの座りが悪くてヘッドホンを隣でいじり始めてる どんどんググググぐってこうね顔の方にこの頭の強キャラの目隠してる強キャラのやつやめなさいよなんでなんでいろいろやめなさいこの二人はオーディションで選ばれたんですかはいそうですはいそうですこれはえっともう最初に今の役を受けたんですかあめぐみどうだったの えっとカオルとめぐみを受けた。ああ、うん、<ー>同じタイミングだった。同じタイミングで、<ー>その二つ受けますってなって、えー、でさあなんか結構いろんな取材のところでも言わせていただいてるんですけど、うん、はいはい 本当にお恥ずかしながら「流浪に剣心というものに関わるまで触れたことがなかった実写も見たことがなかったし、うん、漫画も触れたことがなくってうん、うん、だから本当にウケるってなった時に「はじめまして!」っていう感じですごいだからドキドキしたもちろんすごい有名な作品だからタイトルは知ってたし、うん、すごいもんウケるなっていう印象はあったんだけど。うん はお初にお目にかかりますっていう感じで受けさせて、うん、そうだよねやっぱりいろんなねこう関わり方の人がこの作品に出演されてますけどもうん、うん、当然ここで初めましてって方だってねそ<う>いらっしゃるでしょうからそうでも結構さみんななんか、うん 見てましたとか読んでましたとかリアルタイムじゃないけど追っかけてやってましたとかそういう人いるからなんか、うん、やべえ手遅れて流浪費検診の知識がね追いつかなきゃ。 いや、でも、本当にね、えっと、僕も取材とかでお話しさせていただいたことあるんですけど、オーディションは。えっとね、四役ぐらい受けさせてもらって結構受けた、ね。そう、そう、そう、その中で、やっぱ一番。青氏は俺の中から全然出てこなくて、はいはい、<laughs> なんかイメージがね。うん でその佐野を受けてたから、うん、あでも俺この、まあ、役が決まるって全体のバランスもあるっていうのう思った上でやっぱ流浪に剣心ってこれだけまあちょっと歴史もあるし、うん、やっぱどんな人が剣心になるか分からないな、うんうん、その後でまあ俺はもしかしかたら 若いいいいい方かももしれないなって受けてる中でははは <laughs> そ,うなそうなった時に、まあ、佐野が多分まあ都市的にも佐野かっていう,いうのを自分の中で勝手に当たりをつけて<ー>こう「よしそこに全力投球だ!」って。うん、で青志はちょっとやってないことをチャレンジして、まあ、できることなんか今までやってないようなアプローチやってあ<ー>、まあ、こんなのも。 やれたらいいなみたいな、えー。扉だと思って出したら、あの結果あの。オシーで決まりました。ってアオシー。<laughs> <青し> <laughs> マジみたいな。ささそう、ね、いや、だから、びっくりしました。だから、ある意味、そこで。なんか呼んでもらえたのは、すごく自分としても、嬉しかった反面、もう超チャレンジで。これは、だから、しっかりやりきらないとなっていう。こう自分への、こう、なんか、こう、ハードルじゃないけど。どそういうのあったか。

可愛い守ってあげたい。そうだ。守ってあげたい。う,ね、うんなんかよしよししたいって思って、まあ。ぶっちゃけ俺らの年齢からしたらかなり年下だよね。そうだよね。そうだよね。そうだよ。も<う>信じられないよね。気づけば我々もねうもう本当に年 <laughs> をとりましたね。ほぼ同世代で今日お送りしてますけど。堅 <laughs>、ね、身世代だね。堅身世代。でもそれこそさやっぱめぐみもさ佐野に対してと。